はい、こんにちは、トブリーです、えー。今日はですね、ちょっとスカイハイさんウォッチャーだからってなのあるんですけど、アニメハンマバキがネットフリックスですげえ見られてるっぽいですっていうちょっとご紹介です。もともとハンマバキは世界で見られてるっていうのはこのスカイハイさんと b ーファーストが今回、ハンマバキの第2期、地上最強の親子喧嘩編の オープニング曲とエンディングをスカイハイサ h さんとファ f a s がそれぞれ担当するっていうのはちょっとスカイハイウォッチャーとしては注目してますって記事を前に書いたんですけどやっぱね親子喧嘩編だからんでしょうね今ネットフリックスでめっちゃ見られてますフリックスパトロールっていうランキングサイトがあるんですけどそれによると8月29日付のランキングがテレビ小部門でなんと4位ですねで ジョニーデップ対ハンバーハードかなあの、まあ、泥沼のデップ対ハードの訴訟のドキュメンタリーが今、アメリカでめっちゃ話題になったんですけど、それに次いで4位ですね。今、マスクガールっていうあの韓国のドラマが日本だと1位になってると思うんですけど、それをグローバルのランキングでは抑えてます。マスクガールが6位、ハンマーバキー4位っていう。これ本当、フリックスパトロールのハンマーバキのあの、 国別ランキングリストがあるんで、見ていただくと思うん、ね、で壮観なんですよ。まあ、ずっと、まあ、そもそもネットリックスの配信国数って何カ国だったのかな、多分80何カ国とか、90カ国弱ぐらいだったと思うんですけど、80数カ国のトップ10に今週ランク入りして、まあ、そのスコアを足したものが、世界4位になってるみたいですね。 これ、あの、今の国のアリスのシーズン2が、87カ国でトップ10入りして、世界3位初日に入ってたんで、まあ、それに匹敵するスタートを切っております。これね、あの、まあ、ちょっとすいません、僕、スカイハイウォッチャーなんで、あの、これ、サラセニアって読めばいいのかななんか、食虫植物とかなんですかね、その、 オープニングのね、あの MV が公開されたんですけど、めちゃめちゃ凝ってんですよね、その。まあ、Sky h イイさん自身がハンマーバキ好きらしいんで、それの世界観を取り入れつつ、もうね、あ、こういう映画作ったのかなっていうような、もうなんか本格的カンフーシーンとかが入っている、映画のなんかダイジェストっぽい MV になってます。 最終的には味噌汁を作って、あの、トレーに <laughs> 振る舞うっていう謎その <laughs> ストーリーになってるんですけど、まあこれ、あの、ぜひ見てない方は見ていただければと思いますけど、これそっか、ビーファースト側も、これ今日公開されたのかなちょっとすいません、僕まだ見てなかったですけど。これは、そうか、これはだからアニメ仕立てなのかな漫画のシーンを使ってる感じですかね。これだから、リリックビデオって書いてあるから、 MV ではないのかなちょっとなんかこの辺のね、この、あの、リリース日がいつなのかちょっと、この辺よくわかんなかったんですよね。なんか、アニメサイズが出たり、ティザーが出たりみたいなのがありますけど、っていう感じで、まあ、スカイハ i さんもこうノリノリでハンマーバッキーの主題歌を作ったのがま伝わってくる感じなんですけど、これね、まあちょっと、ハンマーバッキー世界でまあこんなに人気あるんだっていうのも驚きだったんですけど、まあそこで、 80何カ国でトップ10入りってすごいですよね。だから本当、日本だとはどっちかというと本当、まあ、男性は好きだけど女性はあんま知らないみたいなイメージがある漫画、アニメなんですけど、グローバルだと逆にこういうガチなやつの方が知らまあ、男性に人気だっていう話だと思うんですけどね。やっぱ格闘技ネタだから。これもちょっとその、ハンマーバキを好きな人が、 スカイハースト、ビーハーストの音楽をちゃんと認識して聴くかっていうのはわからないんで、今回そのアニメ付き楽曲としてこの2組がグローバルで認知されるかどうかちょっとまあわまあかんないんですけど、まあでも最初の一歩としてはいい自己紹介になったんじゃないかなと思いますね。特にネットフリックス、やっぱね、このちょっと エンディングは損してる感じありますけどね。エンディングは自動スキップされちゃうんで、オープニングはあのスキップを選択しないと流れるんで、ちょっとその辺がどんな感じになるのかなっていうのは、ちょっとこれからのネットフリックスのアニメタイアップにも影響を及ぼしそうなので、個人的にも注目しております、えー。他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。読まれてます。